ハンス・アドルフ・プリッツマンハンス・アドルフ・プリッツマンは、ナチス・ドイツの親衛隊の将軍。最終階級は、親衛隊大将、警察大将及び、武装親衛隊大将。1901年、ドイツ帝国、西、プロイセントルケミットに生まれる。ギムナジウム卒業後、ゲッティンゲンで農業を学んだ。1918年から1921年に、 かけて様々な反革命義勇軍に参加した。その後、ポメラニア州やブランデンブルク州や東プロイセン州にノーム公務員として勤務した。1929年にナチスの突撃隊に入隊。突撃隊での勤務になお飽き足らず、1930年8月12日に新衛隊に移動した。この際にナチ党に正式に入党した。 1933年11月9日には、新衛隊少将。1934年2月28日には、新衛隊中将に昇進した。1933年11月から1937年2月にかけて、新衛隊上級地区南西司令官となり、シュトットガルトは本部として、ドイツ南西部の新衛隊を管轄した。1938年4月から、 国会議員にもなった。1938年6月から1941年5月にかけて、新衛隊上級地区、北海司令官と北海新衛隊及び警察高級指導者を務め、ハンブルクを本部に北海沿岸地域の新衛隊と警察を管理する。この後、1941年5月から1945年5月にかけては、 北東新衛隊及び警察高級指導者と新衛隊上級地区、北東司令官の司令官となり、東プロイセンの新衛隊と警察を監督したが、彼は独ソ戦中はロシアかウクライナに滞在していたため、ここの司令部はほとんど不在となり、ゲオルゲエブレヒト新衛隊中将を代理に立てて、実務を委ねている。 独ソ戦開始後の1941年6月29日から11月までにかけて、東国及び北ロシア親衛隊及び警察高級指導者に任じられ、ラトビアに移動した。彼が在任中に、アインザッツグルッペン映画ラトビアに展開して、ユダヤ人などの大量虐殺を行っている。しかし11月に、ハインリヒヒムラーは、東国及び北ロシア親衛隊及び、 警察高級指導者の地位をプルッツマンからフリードリヒ・エッケルンに交代させた。彼はエッケルン方式と呼ばれる殺人システムを構築した人物だった。プルッツマンは1941年11月9日に新衛隊大将に昇進し、1941年12月から1944年3月にかけて南ロシア新衛隊及び 警察高級指導者に任じられた。さらに1943年10月から1944年9月にかけては、ウクライナ親衛隊及び警察最高級指導者に認じられた。この、親衛隊及び警察最高級指導者になったのは、彼とカール・ボルフ親衛隊大将だけである。1944年6月からは、国防軍最高司令部とヒムラーの間の、 連絡証拠となった。1945年の間には、ベアボルフを監督する仕事に、アドルフ・ヒトラーの後継者、カール・デー・ニッツ元帥の政府でも勤務していたが、間もなく、イギリスに逮捕され、1945年5月21日に、自決した。ありがとうございます。